ルイスノーエンの戦いは、南北戦争も最終盤となった1865年3月29日に、バージニア州、ディンウィディ軍で起きた戦闘である。通常は、ピーターズバーグ包囲戦と呼ばれる、リッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦の最後の決戦となった戦いは、このルイスノーエンで始まった。ユリシーズ・グラント中将が指揮する北軍が、ロバート・イーリー将軍の指揮する。 南軍北バージニア軍をピーターズバーグとアメリカ連合国の首都であるリッチモンド領主の防衛的前線から追い出した。歴史家の多くやアメリカ合衆国国立公園局はこのルイス農園の戦いをアポマトックス方面作戦の最初の戦闘であると考えている。この方面作戦は1865年4月9日のリー軍の降伏につながった。 1865年3月29日早朝、北軍のポトマック軍に属するガバネルは、ウォーレン少将指揮下の第5軍団とアンドリュー・エイ・ハンフリーズ少将の指揮する第2軍団の2個軍団が、ピーター・ズバーグ氏から、南、北軍の前線からは、南と西に動いて、南軍の前線の終端に向かった。南軍の防衛軍は、リチャード・イーチ・アンダーソン中将の指揮する北。 バージニア軍第四軍団だった。この軍団には、ブッシュロット・ジョンソン少将の一個師団が入っているだけだった。ウォーレンの先見旅団は、ジョシュア・チェンバレン巡将が指揮しており、北に転じて、クエーカー道路を南軍の前線に向かって前進し、ルイスのーウで、ジョンソン師団の三個旅団との戦闘になった。北軍は四門の大砲を持った、砲兵大隊に補強され、 さらに後には、エドガー・ M ・グレゴリー大佐の指揮する旅団から2個の大型連隊にも救援され、南軍をその防衛線まで押し返し、重要な道路の交差点を確保した。チェンバレンが負傷し、過労うじて捕虜になるのを免れた。北軍のアルフレッド・エルピアソン大佐は、この戦闘から32年後にその英雄的行動で名誉勲章を与えられた。 この戦闘での損失は、北軍381名、南軍371名と、ほぼ同数だったが、戦闘が終わった時に、ウォーレンの軍団がボイドトン板張道路と、クエーカー道路の交差点という重要な目標を保持した。戦闘から数時間のうちに、この時はまだ、ポトマック軍とは別に、シェナンド軍として行動していたフィリップ・シェリダン。 少々の騎兵軍団がリムイデコートハウスを占領した。この行動は、ボイドトン板張り道路を確保することにもなった。北軍は、南軍の防衛線に接近し、南軍の側面を攻撃できる位置についた。そこは、ファイブフォークスの重要な道路交差点であり、ピーターズバーグ市とリッチモンド市にまだ通じていた二つの鉄道線があった。 1865年4月2日から3日、南軍は、ピーターズバーグ市とリッチモンド市から脱出し、西への移動を始めた。多くの挫折や小さな戦闘が起き、4月6日には、セーラーズグリークの戦いで、南軍が重大な敗北を喫し、リーは1865年4月9日に、リンチバーグの東約25マイルにある、アポマトックスコートハウスで、 グラントとその追撃してくる北軍に降伏した。1865年6月末までに南軍のすべての軍隊が降伏し、アメリカ連合国政府が崩壊した。1864年6月15日から18日、北軍二行軍団がリッチモンド氏のすぐ北、手詰まりとなっていた戦線からジェームズ川を越えて、ピーターズバーグ氏の南まで感知されずに移動した。 この部隊は、ピーターズバーグで、ジェームズ軍と合流したが、第二次、ピーターズバーグの戦いで、南軍の小勢の守備隊から死を奪うことができなかった。1864年6月18日までに、南軍の北バージニア軍は守備隊を補強し、291日に、及んだリッチモンド・ピーターズバーグ方面作戦が、始まった。グラントの戦略は、 南軍を疲弊させる残豪に入った消耗戦とならざるを得ず、ピーターズバーグとリッチモンドへの供給源と供給戦を破壊、または遮断し、勢力的に劣り衰退していく南軍が限界まで守ることになる戦線を拡大した。1864年の残り期間と1865年の初期、グラントはピーターズバーグの南の戦線にあったその軍隊を、 ゆるりと西に動かし、ピーターズバーグを6度攻撃し、同時にリッチモンドあるいはその近くも攻撃した。南軍はこれらの動きに対応するためにその前線を伸ばしていったが、その厚みが薄くなっていった。リーは物資や兵員を補充するのが次第に難しくなり、絶対的に増え続けている北軍から、ピーターズバーグとリッチモンド領主を守ることができないことが分かっていた。 特に北軍が最近徴兵して訓練していた兵士が到着することが予測され、シェナンド渓谷で戦っていたフィリップ・シェリランの騎兵士団が到着することや、すでにノースカロライナ州で作戦展開していたウィリアム・シャーマン少将の軍隊が、春の雨が止んで道路が乾いた後にバージニアに移動してくる可能性が強いことも知っていた。 1865年2月5日から7日に起きたハッチャーズランの戦いの後、前線はさらに4マイル伸び、リーが新しい守備隊を入れた後はもう予備隊がほとんどなかった。その軍隊の一部あるいは全体がリッチモンドとピーターズバーグの前線を離れたとして、ダンビルあるいはおそらくリンチバーグで食料や物資を補給し、シャーマン軍に対抗しているジョセフ・ジョンストンの軍隊と、 合流しなければならないことが分かっていた。南軍が即座にシャーマン軍を破れなければ、グラント軍がシャーマン軍の残りと合流できる前に、グラント軍に対抗するために戻ってくることになる、はずだった。リーは移動のための準備を始め、アメリカ連合国大統領のジェファーソン・デイビスと陸軍長官、ジョン・ブレッキン・リージにその結論と作戦を知らせた。リーは、 ジョンビー・ゴードン少々の提案する北軍の前線を破り、ピーターズバーグの東、アポマトックス側の南のステッドマントリデの近くにある狭い前線に沿って攻撃することで、シティポイントの物資基地を脅かそうという作戦を認めた。これはグラントにその前線を少なくとも一時的に短くさせることになるはずだった。もしこれに成功すれば、 リーがその前線を短縮して西への移動を即座に開始でき、ノースカロライナ州に向かう可能性を得られる可能性があった。1865年3月25日夜明け前、ステッドマントリデに対するゴードン隊の九州は当初成功したが、その後のステッドマントリデの戦いで北軍が反撃して、トリデを奪い返し、南軍をその防衛線に押し戻し、 ジョーンズ農園の戦いの午後にはその前線の西部の大半を含めて前衛哨戒戦を諦めるしかなくなった。南軍は約4000名の損失を出し、それを補充できなかった。ステッドマントリデでの敗北後、リーはその軍隊の一部を派遣することができず、さらにピーターズバーグとリッチモンド守備を維持できないことが分かった。またピーターズバーグへの供給船として残っている。 サウスサイド鉄道とボイドトン板張り道路に対して現在の防衛線の端を回ってグラント軍が動いてくることも分かっていた。グラントは1865年3月24日にはすでに3月29日には攻勢を始めるという命令を出しておりステッドマントリでの戦いの結果によって命令を変えることはなかった。グラントはシェイリガンの騎兵隊が 南軍にわずかに残された鉄道、サザン鉄道とリッチモンドに至るリッチモンドダンビル鉄道を遮断し、不評部隊が可能ならば、南軍をその陣地から誘い出すという作戦を立てていた。3月28日、グラントはシェリダンにその部隊を率いて、南軍の右翼側面に回り込み、南軍が残酷から出てきた場合には、 不評部隊の支援を得て戦うことと伝えていた。そうでなければ、鉄道をできる限り破壊し、ピーターズバーグに戻るか、ノースカロライナ州で、シャーマン軍と合流するか、裁量に任せることにしていた。グラントは、ポトマック軍の中から2個軍団すなわち、ガバヌーアウォーレン少将指揮下の第5軍団と、アンドリュー・エイ・ハンフリーズ少将の指揮する第2軍団に、シェリダンの右翼側面、 標的の東を支えるよう命令を出した。グラントは、これら不評軍団が、防御位置にある南軍の側面を突き、シェリダンの任務を妨害するのを妨げ、南軍が戦闘に出てくるならば、それを元の前線に押し返すことを望んだ。ウォーレンの軍団は当初、ディンウィディコートハウスを占領することも命令されており、それはその場所でボイドトン板張り道路の部分を支配することでもあったが、 後にその任務はシェリダンに任された。グラントの命令下、3月27日から28日の夜に、エドワード・オード少将が、ジェームズ軍の部隊を密かに移動させた。それには、ジョン・ギボンの第24軍団から2個師団、ゴッド・フリー・ワイツェル少将の第25軍団から1個師団、及び、ラナルド・エス・マッケンジー・ジュン将の騎兵士団が、含まれており、 リッチモンドの前線から第二軍団のいた、ピーターズバーグの前線を埋めるための移動であり、第二軍団はシェリダン軍支援のために動いていた。南軍はリッチモンドの前線を守るジェームズ・ロング・ストリート・中将の軍団がオードの動きを見逃しており、リーはリッチモンドの前線をどうしようもなく弱くすることなしに、グラント軍の動きに対応させられる兵員の数を 限られたものにしていた。ファイブフォークスの戦いの前と前のピーターズバーグでの動きこの地域の道路や場所について、ジョシュア・チェンバレン巡将が1915年に出した著書、ザ・パッシング・オブ・ザ・アーミーズの中でうまく言葉で表現されているブッシュロット・ジョンソン・ショー・ショー・ウォーレンの第5軍団は1万7000名を超えており、3月29日午前3時にステージ道路にあった。 北軍前線の南にあった予備隊の位置からロアンティクリークを越え西のボーン道路を進んでクエーカー道路との交差点まで移動した。ウォーレンは直接の上官でありポトマック軍の直接戦術指揮官に泊まっていたジョージ・ミード少将にディンウィディ・コートハウスは守られていないと報告した。午前8時45分までにミードはウォーレンに命令書を送り、 それが午前10時20分に到着したが、それにはクエーカー道路を強行前進し、グレーブディーラーを超え、右翼にいる第二軍団に接触するよう伝えていた。ウォーレンは、その命令を誤解するか無視するかして、正午までにジョシア・チェンバレン巡将の旅団のみを派遣して、クエーカー道路を進ませた。ウォーレンはミードからの第二の命令に反応して、別の部隊を派遣した。 第2軍団は午前6時半頃に、ハッチャーズランから動き出した。ハンフリーズは、ハッチャーズランにいたその軍団と、第24軍団の兵士の間に隙間を空けないよう、注意していた。北軍前線の第24軍団が取った位置は、第2軍団が動いた後の位置だった。ミードは、第5軍団が、クエーカー道路を進んで、第5軍団と、第2軍団の間に、 隙間が広がらないよう望んでいた。チェンバレンの旅団はボーン道路を進んで、ディンウィディコートハウスから2マイルに達した後で、短い距離をクエーカー道路の方に戻り、ミードがウォーレンに命令していたように、その道路を北に進めた。チェンバレンは、クエーカー道路を北に約1.5マイル進んだ後、その三平がグレーブリーランにかかる橋が壊されており、南軍は、 対岸の残豪に入っていると報告した。南軍の軍団長であるリチャード・ h アンダーソン、中将の下には、ブッシュロットジョンソン少将の一個師団のみが属しており、南軍の右翼、ピーターズバーグの西でハッチャーズランがあるところ、ファイブフォークスの東約4マイルに陣取り、サザランド駅からはすぐ南だった。南軍の石膏が、北軍不評の大部隊が、 クエーカー道路を北に移動していると報告したとき、アンダーソンはジョンソンに、ボーン道路上で、敵部隊を追い返すよう命じた。ヘンリー・エワイズ順将が指揮する旅団の参個連隊が、ウィリアム・ヘンリー・ウォレス、ヤング・マーシャル・ムーリー、マット・ウィテカー・ランサム各順将の旅団を伴い、クエーカー道路とボイドトン・イタバリ道路を南に移動し、命令を実行しようとしていた。チェンバレンは、道路の右側に、 ペンシルベニア志願不評を第198連隊を置き、南軍に発砲させて、陽動攻撃とし、その間に、ニューヨーク志願不評第185連隊に、グレーブリーランを渡らせて、南軍の右側面を攻撃させたので、そこでは、激しい白兵戦が起こった。この二つの連隊は、士官兵卒合わせて、約1000名がおり、当時の連隊としては、大きな部隊だった。 チェンバレン旅団の残り部隊がニューヨーク連隊の攻撃に続いてグレーブリーラインを渡った。南軍がルイスの農家まで後退してクエーカー道路の北約1マイルが空いた。南軍は農家の近くで一旦抵抗した後森の中に入って強壁の背後にいた別の南軍病で補強された。ここでは南軍が前進してきた北軍の三兵を 押し返したが、約100名が捕虜として取られた。チェンバレンは、配下の部隊の残りを前進させ、三兵に対応するために出てきた、南軍兵は再び工作物の背後に戻った。ジョシュア・チェンバレン巡将戦いが小休止になった後で、チェンバレンの師団長、チャールズ・グリフィン巡将が前に出てきて、チェンバレンに南軍の陣地を奪わねばならないと伝えた。チェンバレンは、 道路の両側に兵士を配置し、乗馬して、クエーカー道路を南軍の強固な地点に向けての突撃を引いた。そこは、多くの南軍病に遮蔽物となっていた、大きなおがくずの柱があった。チェンバレンが兵士たちの先頭に立ったので、明確な標的になった。チェンバレンは腕を負傷し、乗っていた馬は首を負傷した。チェンバレンは、馬の上に突っ伏し、当初は、 意識をなくしていたが、すぐに意識を取り戻し、その状態をチェックしに来た、グリフィン将軍の問いかけに答えた。続いてチェンバレンは、南軍の攻撃を受けて後退していた、ペンシルベニア部隊を鼓舞した。傷ついた馬が先に進めなくなると、チェンバレンは、勝ち立ちでその前線の先頭に立った。間もなく、南軍兵数名が現れて、チェンバレンの降伏を要求した。 チェンバレンは帽子をなくし、色が合わせてほとんど灰色になった上着を着ていた。そのまま、南軍士官のふりをして、南軍兵を北軍兵の方に連れて行き、即座に捕虜にした。アルフレッドエル・ピアソン大佐サ,サイド戦闘がお闇になった。後チェンバレンは、前方の森の中にある、南軍工作物を取ろうとして押し返されていた、ニューヨーク連隊を見た。 チェンバレンとその連隊の士官は兵士を落ち着かせ、間もなく南軍を押し返したが、その時には、正規兵中イチョン・ミッチェル中尉が指揮する、砲兵隊が大砲4門を引いてきて、彼らを支援した。この大砲の砲撃があったにもかかわらず、南軍は、北軍の陣地の側面を突き突撃をかけてきた。チェンバレンの兵士と砲兵がその陣地を守ったが、続いて南軍は、 北軍陣地の中央と右翼にいたペンシルベニア部隊に突撃をかけた。これら北軍兵は弾薬が突きかけており、ゆるりと交代を始めた。チェンバレンの前線が交代した時、その第一旅団は、エドガー・エム・グレゴリー大佐の第二旅団のニューヨーク志願、不評第188連隊とペンシルベニア志願、不評第155連隊で補強された。アルフレッド・エル・ピアソン大佐が、 ペンシルベニア連隊を率いて、南軍が、遮蔽物に使っていた中央のおがくず柱に向かった。ピアソンは自ら連隊機をつかみ、兵士たちと共におがくず柱に突撃し、疲れてきていた第一旅団の後をついていたが、その先に通り越した。この戦闘から32年後、ピアソンは、ルイス農園での英雄的行動で名誉勲章を授けられた。南軍は、 国軍が補強されるのを見て、ホワイト奥ク道路に沿った、主たる、残豪線まで交代し、ボイドトン板張リ道路の支配権を放棄し、後には重傷を負った者たちを残し、その他降伏した兵士もいた。チェンバレンは、ルイス農園の両側及び前面に、砲兵大隊と共にその部隊を配置させた。チェンバレンはその旅団に、士官兵卒合わせて1700名に足らなかったと、書いている。 またその援軍は約1000名だった。南軍のジョンソンによるその朝の報告書によればその手段には士官兵卒合わせて使える勢力が6277名だったとチェンバレンは記している。チェンバレンは自部隊の約4分の位置を失ったが南軍の全損失はわずかに多いとしている。ただしその文章の後の括弧内にはその夜に強壁の周辺で 南軍の150名の戦死者と重傷者が横たわっているのを見たと言っており、またほぼ200名を自分の旅団が捕まえたとも述べている。損失の現代の推計では、北軍381名、南軍371名となっている。ウォーレンはクエーカー道路とボイドトン板張道路の交差点に近い陣地を取ることができた。 グリフィンの師団とサミュエル・クローフォード准将の師団が、ボイドトン板張り道路に沿った陣地を確保し、3月29日の北軍の動きとチェンバレンが、ルイスノーエンの陣地を奪うことに成功したことで、北軍は、この重要な通信と供給の道路を遮断でき、ホワイトオーク道路の前線の攻撃に取り掛かることが、できた。シェリダンの騎兵師団は、長いルートのぬかるんだ道路に対応し、 3月29日午後5時、ゴロにディンウィリコートハウスに到着した。シェリダンはデビンとクルックの師団をボーン道路、フラットフット道路、ボイドトン板張り道路、アダムズ道路を守る位置に配置した。グラントは南軍がルイスノーエンで攻撃を続けられず、ホワイトオーク道路の前線まで後退したことに勇気づけられ、シェリダンに与えた任務を 鉄道の襲撃と南軍の前線を伸ばさせることよりも主たる攻勢をかけることに拡張することに決めた。シェリダンに宛てた手紙で今は事態を終わらせられそうに感じていると記した。リーは南軍がステッドマントリでの戦いで敗北し、シェリダンの騎兵隊がピーターズバーグに到着した時にグラントが3月24日に命令を出したように、 リー軍の右翼側面に回る動きをしてくると予測していた。ジェームズ川より北、すなわちピーターズバーグの南18マイル、ストーニークリーク補給所より北には6000名の機兵がいるだけであり、また、北軍の予想される動きに対応するために前線を西に伸ばして送ることのできる不評は、事実上約5000名に過ぎなかった。3月29日朝、リーは、 ジョージピケット少将にこの部隊を率いて、サザランド駅に行き、ディンウィディ軍のファイブフォークスを守るために移動させた。ピケットには、ウィリアム・アール・テリー、モンゴメリー・コース、ジョージ・エイチ・スチュアート各巡将の旅団を率いて、ピーターズバーグの西10マイル、サウスサイド鉄道のサザランド駅に行かせ、エッパ・ハントン巡将には、ピケット軍を補強する移動に備え、あるいはサウスサイド鉄道と、 リッチモンドデンビル鉄道の接続点であるバークビルを守る準備を命じた。さらにフィッツヒューリー少将にはその騎兵士団を率いてサザランド駅に向かいルーニー・リーとトマス・ロッサー各少将の騎兵士団と合流するよう命じてもいた。フィッツヒューリーは統合された騎兵軍の指揮を取るよう命じられた。リーはピケットが南軍の前線を ファイブフォークスの東4マイルの右側面から、ファイブフォークスまで延伸できるかもしれないと考えていた。3月29日の北軍の動きはリーを悩ませたので、その右側面を強化するための、さらなる動きを命じた。サミュエル・マクゴワン殉将の旅団を西に行かせて、ジョンソンの前線をホワイトオーク道路に沿って延伸させた他に、ウィリアム・マクレイ殉将の旅団を西に動かすことで、 ホワイトオーク道路の前線を薄くした。ピケットは、命令を受けていた通り3月29日夜に、サザランド駅に到着した後、ウィリアム・アールテリー、モンゴメリーコース、ジョージ・エイチ・スチュアート各順将の3個旅団、ジョンソンの師団からマット・ランサムとウィリアム・ヘンリー・ウォレス、各順将の旅団、フィッツ・ヒューリー少将の騎兵1個師団、ウィリアム・ペグラム大佐の指揮する大砲6門を、 3月30日に5フ,フォークスまで移動させた。その後、テリーの旅団とコースの旅団を南に送った。それでも、ピケットの部隊とマクゴワンの旅団の間には、ホワイトオーク道路の前線の外れで、隙間が存在し続けていた。リーは、マンチェスターの近くでハントンの旅団に、予備隊の位置にいるよう命じ、そこで、ピケット軍を支援するか、 国軍がサウスサイド鉄道とリッチモンドダンビル鉄道の結節点であるバークビルを攻撃するために移動した場合は鉄道で移動してそこを守るように命じた3月29日の夜中地域に雨が降り注ぎ翌日も続いたのでその日が戦闘が限られたものになったシェリダンは後にグラントが天候が回復し地面が乾くまで作戦を すべて中断することを考えていたが、シェーリダンが作戦を進めるように説得したと述べている。3月30日、シェーリダンの騎兵隊の半分を、トマス・デビン淳章が指揮し、フィッツ・ヒューリーが指揮する、南軍騎兵隊と小ゼリアイを演じた。この部隊が、ファイブ・フォークスに接近したとき、ロバート・エム・モリス少佐のアメリカ合衆国騎兵第6、連隊の偵察隊が、 フィッツヒューリーの部隊に遭遇し、その後の戦いで、士官3名と兵士20名を失った。南軍の方も、ウィリアム・エイチ・カイペイン巡将が負傷するなど、いくらかの損失を出した。チャールズ・エル・リーパー大佐のペンシルベニア第6騎兵隊に、属する、偵察隊との小ゼリアや陽動への対応があり、ピケット軍は、ファイブ・フォークスへの到着が遅れて、午後4時半頃になった。 ロッサーとルーニーリーの騎兵師団の到着はさらに遅れた。一方で、ウォーレンの第五軍団の三兵が南軍をボイドトン、板張道路とクレーボーン道路との間のホワイトオーク道路に釘付きにしていた。ミードとグラントからの不完全な情報や曖昧で矛盾する命令があったにもかかわらず、ウォーレンはグラントの命令に従い、ボイドトンバリ道路の一部での地方を強化するために、 第5軍団を前に押し出しており、第5軍団はその道路とダブニーミル道路との交差点からグレーブリーランまでを覆う前線で残酷に入った。午後になってウォーレンはグリフィン隊が南軍の前進基地を占領したのを見たが、ボイドトン板張り道路を進むとすれば、南軍の大砲と防御工作に阻まれることも分かっていた。ハンフリーズの第2軍団は第5軍団と 第24軍団の間の隙間を埋めていた。第24軍団は、南軍の哨戒戦の大半を占領していた。第5軍団に属するロメイン・ビーエアーズ順将の、師団が、ホワイトオーク道路のクレーボーン道路から西に短い、範囲を偵察した。フレデリック・ウィンスロップ大佐の前衛旅団が、クレーブリーランの雨で膨れた支流を渡った。そこは、翌日の戦闘の戦場になった。 他のニコ旅団は支流を渡らなかったが、残壕に入り始めた。エアーズは北東に開いたスペースを見ただけであり、ホワイトオーク道路とクレーボーン道路との交差点近くにある厚い防御工作は見損なっていた。クレーボーン道路は直接北にあるハッチャーズランに向かって鋭角に戻っていた。暗闇が訪れると、エアーズはその陣地を守るために多くの前進基地を構築させた。 3月30日のホワイトオーク道路前線における戦闘で北軍の損失は戦死1名、負傷7名、不明15名だった。南軍の損失は不明である。1865年3月29日のルイス農園及び30日のホワイトオーク道路に沿った同農園の近傍での戦闘、軍隊の捜査、小競り合いは3月31日の ホワイトオーク道路の戦いとディムウィリコートハウスの戦いの前哨戦となった。ありがとうございます。